島の海、真島五郎か。18人殺しの冴島大河の兄弟分。お前ら、二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭補佐の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。はそのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ、時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつをあさってるうちに俺の背中に背負った線をえらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのが好きだから殴った。根っからの極道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねんか。お前らは空の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。
時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道やってるとや、正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができん。なんてな、俺もよ少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな。